皆さんこんにちは、黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の国語の漢字の解説動画になります。漢字の読み取りに関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の読み取りその28。第1問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは召集です。第2問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは冷静です。第3問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは成功読です。第4問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは技術です。第5問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは自衛隊です。第6問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは採血です。第7問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは実中です。第8問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは条約です。第9問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは濃厚です。第10問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは採用です。第11問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは冷静です。第12問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは取るです。第13問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは条件です。第14問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは護衛です。第15問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは条例です。第16問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは条文です。第17問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは芸術です。第18問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは正体です。第19問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは耕すです。第20問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは招くです。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。